ブサイクでしょ。それブサイ、さすがにブサイ、仕事ぶっ飛ばないでください。じゃあもうずっとこれが流れるということで。じゃあみんなカバンを持ってきてください。何のですか。抜き打ちカバンの中身チェックを行いたいと思います。スーツケースじゃない方。スーツケースじゃない方。やばいやばいやばい。いいですよ。お泊まりの日に持ってきてるバッグの中身。それどころじゃないんですけど私。綺麗綺麗。あ、かわいいじゃん。やだ。みんな持ってきてね。かわいい。持ってきて。じゃあお泊まりの日のカバンの中身をチェックしていきたいと思います。お泊まりの日は何か違うのか。みんなカバンちっちゃくない。でなんかマリアね、大きいんだよね。2個持ってきてるの。これと別にスーツケースもあるんだよね。じゃあ早速ちっちゃいユズハから行こうかな。ユズハ、メイ、マリアで。どこも大丈夫じゃない。あら、見せて。早く早く。しょうがない。一旦こっちで来ました。おめっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗じゃん。なんだ。その見せてみる。見せてください。結構、まあ、うん、違う、うんうん、うんうん、紹介してもらおうかな。はい、まず、うん、大事ですね。大事大事、マスクしてきたもんね。次はね、まあ、お財布、うん、ピンクラテン、お、ピンクラテンだ。かわいいよ。ピンクの財布と、ロンドンさんにもらった。うん。気持ちいい。大事大事。大事大事。まあまあ、女子力上げて。何？何に使うの？前髪？自分でもわからない。なんか買った時に、すぐ使いたいなって。うん、こっちに入ってるのメイク落とし。あ、それはちなみに飲めないですよね。今回は飲めない。今回は飲めないで。今回は飲めなくて、スーツケースに入れようと思って。なるほどね。だから、うん、ここに来たって感じね。うんうん。おレシートが。どこの何何を買ったの。ちょっと見して見して。言っていいか分かんないんですけど、うん、今回、うん、なんと急ぎすぎてですね、うん、今日撮影があるっていうのも結構忙しくて、うん、今日の朝めいちゃんの誕生日プレゼントが欲しいんですよ。それだったの。はい、それは見せれないわ。それは見せれない。それ見ない、見ないです。見ないで。はい、見ません、はい。で次に食べ終わったやつ。食べ終わったやつ。お腹が空いちゃって、うんうんうん、お昼食べたんですよ。うん、すごい食欲があって。ゴミね、はい、ゴミ、うん、さっきメイちゃんじゃなくてマリアちゃんの間違えるか。これが宇野ちゃんプロデュースの、うん、あのまつげキラキラしてるんだね。そう、輝いてるんですけど、うん、まつげ、まつげいい感じで、うんうん、映ってる、かわいい。いつかのプリクラの切り端です。QR コードのゴミみたいな。はい、で、あのこれもらったリップ、うん、あ、かわいい、めっちゃかわいい、レッド、かわいいやつです。あの今日塗ってます。おお。で、キュウキュウ入れてきた。おお、うん。スーツケースに入れようと思ったら片付けてたので、うんうん、急いで入れて行ってきました。あの朝のルーティンとか休日のルーティンで、ね、つけてるリッピーのピンです。かわいい。あ、以上、以上です。はい、ちなみにバックは、バックはシーンのやつで、ちいかわかわいい。これはいつもサブバにつけてます。こっちがシーン、うん、ピピってあるやつです。ゆはちゃんって感じだった。終わりでーす。はーい、じゃあ紹介したいと思います。はい、はい、まずバッグはこれピンクラテの生地がね、うん、キルティングみたいな感じで超可愛いし、ゴールドで大人っぽいので使ってます。え、ちょっとピンクっぽい、ね、ベージュっていうか、うん、あ、ベージュかそんな感じです。可愛い。ちょっと中は超つまんないと思う。大きい枠に全部詰めちゃったから。あ、綺麗に収まってる。綺麗、パズルみたいな。でもやだー。でもやだー、ほんとに。めっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗でしょ。ほんとにやだ。目薬です。結構薄いかと思った。ね、可愛いでしょ。これはちょっと目がすごく乾燥しやすいので、持ってます。おしゃれい。はい。ワイヤレスイヤホンです。それ結構前から使ってるね。初めてのさ、
ピンクラテのそれは違うの、違うやつなくしたの、うん、はい、書いたのやめて、なくさないからね、今なくしたのってこれは3COINS で買いました。お財布です。はい、お財布は新のですね、そろそろ買い替えようと思いまして、マイケルコースとかメゾンとかいろいろ見てるんですけど、なんかもう1年くらい使ってもいいかなって。綺麗なんで全然ね、うん、ハンカチ、うん、これアリアちゃんからもらった、うん、ポール&ジョーのハンカチと、うん、それ黄色、あ、そうなの、うん、かわいいよね。これは友達にディズニーのお土産でもらったハンドクリームです。友達思い、あ友達思い、確かに。これはナチュラルラベンダーの香りです。これ3本入ってたんですよ、別のやつ。へえ、あ、お風呂の匂いする。うん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 、とてもいい匂い、いい香りです。もう本当に手がねすぐ乾燥するので、もう体の一部のようにずっとハンドクリームを持ってますっていう感じの、ちょっとつまらないバッグでした。じゃあ最後、面白そう、はい、荷物があるマリア、面白そう、めっちゃ綺麗だよ多分これ。 C の、すごいしっかりしてる中は、うんうんうん、普通に綺麗とか言われてる違う違う違う、そういうことしない。お財布、うん、おしゃれ。お兄ちゃんが11くらいかな、うん、誕生日にくれたやつ。へえ、安そすぎよ。いいやつじゃん、めっちゃいいやつだ。おふうあとハンカチ、かわいい。え、それさ、セリちゃんにもらったやつ。そう、セリちゃん、目紫もらった。最近やっと使いました。修学旅行の時に開けました。かわいい、ずっと袋に入れたまま保管した。このこと言ってるのさ、ロック画面も備えるっしょ。違う、違うって。マリ、ひよこ好きだねで、プーさんの毛、え、プーさんかわいい、かわいいでしょ。ここティッシュまだ入ってないんですけど、綿棒とか絆創膏とか、うん、女女子力高っちゃん、ヒューヒューヒューあと絆創膏はここに入ってます。絆創膏、絆創膏、めっちゃ世代いっぱい持ってるじゃんなんだティッシュ、ティッシュ、ティッシュ、うんうん、ティッシュ、ティッシュはいっぱい使うから、うん、持ってます。花粉症で、マスクの替え、うん、一応これ、え、これ目も好き。お口レモン、ゆずんちあるよ、お口くちゃするやつ。くし、ゴム、これちょっと学校とかで使ってたらボギッちゃう、あ、固定されないんです。あとはちょっと新幹線のあのやつ、チケットはここに入ってないんです。入ってないの。ここに入ってます、全部。食べっ子動物ね、かわいい、食べ子動物かわいい。ここにスイカとかチケットとかが入ってます。あとはお菓子ね、じゃ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 まあ今日は3個しかないです言うて3個あるグミとラムね、これしか食べてないですけど、これ可愛くない？可愛い、可愛い、 3D みたいな、クロミちゃんの、可愛い、めっちゃ可愛くて一目惚れして買いました、うん。こちらは以上で、おー、女子でした、うん、はい、めっちゃ女子です。こちらはルーニーチューンズ、そう、うん、ピンクラテのやつだ、そう、ピンクラテのあ、かもったねで、ここに2機のひよこがついてて、この中にはゆずと取ったプリが入ってます、うん、はい、中は、まあ、うん、普通普通、綺麗じゃない、うん、さっきからめっちゃおる、ね、袋がめっちゃいっぱいあります。とりあえず、うん、桃、桃、カンプレでお友達がくれたやつも、いや、友達めっちゃセンスいいね、マリーちゃんっぽいです。何かで、中には汗拭きシートとか日焼け止め、これお風呂セットだ、ここにキャリーがパンパンで閉まらなかったの、うん、だからちょっとでも抜こうと思って、これも最初一応バッグの中に入れるはずだったやつ、うんうん、朝とかも使うピン、え、これ、え、え、え、めっちゃかわいい、どれ、メダモン、え、一緒にくれた、かわいい、え、メダモンかわいい、センスよ、ありがとうすごい、すごかったよ、はい、で、これはこんな感じ。こっちはメイク直し、日焼け止め、リップ、うん、アトメージめっちゃある、ビューラー、急にスポンジ、アンドリーのスポンジが入っております、あの黒い
静かな、ね、いいで、ミラーミラーこれ、猫になってる拡大のやつもついてるので便利です。これレイラちゃんからもらったやつだよね。早いね、うん、レイラちゃんがくれたやつです。めっちゃいい匂い、うん、ロクシタンを入れてます。まだまだありそう。いや、言うてかな、言うて見せ見せ、みんなで後で食べようと思ったんですね。修学旅行の、え、ユニバー、ユニバーみんなで食べようと思って、すいません、多分潰れてます。あ、いいです、みんなで食べましょう。ありがとう。あと水大事、天然水、あ、充電器、アンダーシカンで充電器、充電器とイヤホンとかが入ってます。あ、これこれ、朝思い出して、キャリーの中本当に入らなくて、ほら画面持ってる、ちょっと違うけど、もう終わるんじゃない、終わる、あ、終わる終わる終わる。あとこれ、え、デイジーかわいい、ラリンのボディミスト、あ、いっぱい入ってる。そう、全然使って、1回1分、うん、1回1プッシュぐらいしかしないから。あ、そうなの、かわいい、使ってます。あ、以上、以上です。結構あった、お菓子だったわ、相変わらず。お菓子、みんな美味しいよ、うん、食べてね。ラムネ美味しい、ラムネ美味しい。あ、落ち着いた、もうご飯だ、うん、はい、こんな感じです。個性が出てましたね。うん、ね、何のせいですか、ね、ね、だね、だね、だね、めっちゃね、個性とかね、性格が見えましたね。いじめですよね違う抜き打ちだったからね、うん、言われていれば綺麗にしてたよね。うん、してた、うん、してたってことなんで、みんな、うん、え、違う、え、違う、違うの、違うの、何が抜き打ちだったからね、うん、はい、普段から綺麗にしときましょう。違うの、綺麗だったの、使ってるうちになるよね、うん、朝時間のか、そうだよ、うんうんうん、早かったっしょ、うん、そう、4時集合だったけど夜も早かったよね、うんうん、じゃあ仕方ない、うん、仕方ない、じゃあ仕方ない、うん、みんなリアルだったね、リアル、リアルなカバンの中身でした。詳しくの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバイ。